はい、皆さんこんにちは。 DJ のウクレレ講座です。今回のウクレレ講座は親指の爪のピッキングですね。はい、ウクレレソロを弾くときに DJ はいつも親指の爪を使って弾いてますというお話してるんですが、この親指の爪を使ってするピッキングですね、これについてちょっと掘り下げてお話しさせていただこうと思います。はい、親指の爪ピッキングするということはかなり伸ばさないといけないんじゃないの。いやいや、そんなことはございません。これ見てください、今まで BJ を割と長めに伸ばしてたんですけども、今現在こんな感じです。どのぐらい伸びてるかと言いますと、爪の長さは5ミリ、ちょっと伸びてるかなという感じですけど、今まで1センチから1センチ5ミリぐらい伸ばしてたんですけども、短いぐらいの方が、レスポンスよくこう素早くピッキングできるんですね。長いとですね、それだけちょっとタイムラグがあるような感じなだけですけども、このぐらい短くて十分弾けますので、これぐらい伸ばしてみてはいかがでしょうか。はい、でまあこれだけ伸ばしてどういう風に弦に当ててるかと言いますと、こういう感じなんですね。はい、そっちから見ても分かりづらいと思いますので、こう見てください。こういう感じに弦に対して当たってるんですね。こうではなくてこういう風に立てて弾いております。わかります？こういう感じに手首がこうね、こうではなくてこういう風に立ち上がっております。ですのでこれぐらいの爪でも当たるんですね。どの辺が当たってるかと言いますと、こいつでちょっと見てみましょうか。この辺が弦に当たってます。はい、爪の見てください、この辺が弦に当たってますね。はい、それを当てるためにはここをぴったりとこうするんではなくて、ここの手首のところグイッと持ち上げて弾いてます。はい、薬指と小指この辺で、くびれた部分に乗せまして、グイッと立ち上げて親指を立ち上げてると。これ親指の形、こうやって BJ はちょっと反ってるんですね。はい、爪とここが平行じゃないんですよね。ここでグイッと曲がってますよね。はい、これまっすぐな方もいらっしゃるんです。他の指と同じようにギュッと伸ばしたら爪とここが平行になる方も、まあこういう方もいらっしゃると思うんですけど、 BJ みたいにこう立ってる人はちょっと曲げていただく。はい、曲げグイッと、こんなに曲げなくていいですよ。ここちょっと曲げて、こことこの角度とこれ爪が平行になるぐらい、ここと爪が平行ですよ、平行になるぐらいの軽く曲げた状態で弾く。でこの関節をこう動かして弾いてるわけではなく、この指全体をこう動かして弾いてます。はい、その時にここの関節の部分若干曲げてますので、しなりも入ってます。はい、しなってます。カチカチに固まってる状態ではなく、こうやってしなりも入った状態で、割と立てた状態でこう弾いてますね。はい、弦に当たってる角度はまあこんな感じで、はい、そういう風に弾いております。はい、なるべくこう爪を当てるようにですね。はい、皆さんもこういう形でやってみてください。はい、あと皆さんそれぞれ指の長さも違いますし、先ほど言いましたここ曲がってる方と曲がってない方と、いらっしゃいますので、その辺によってもいろいろ変わってくると思うんですけども、基本的にはこういう風な形で弾いてます。でこっちの方が弾きやすいなというのがあれば、それの方で弾いていただくといいと思いますよ。はい、BJ のウクレレ講座でした。爪ですね、これで弾けるようになると太い音が出ます。親指の爪で弾くとすごく太い音が出ますので、ぜひですね挑戦してみてください。あんまり長く伸ばしすぎなくてもこれぐらいでも大丈夫ですというお話でした。また別の動画でお会いしましょう。さようなら。星空を見ることはできないだから、今はまばたきももったいないと思う。ランタ
僕は忘れない、いつもいつまででも